はい、どうぞこちらの方です。今回ですね、さあこちら、何やらすごい大きなものがね、ちょっと家に届きましたので、これを開封していきたいと思います。ちょ、銀の盾なんだけど、材質的な問題で、ちょっと傷がね、案外つきやすいんですよ。で、もう怖くてさ、この袋からまだ取り出せてないっていうね。まあなのでしばらくこの状態でちょっと飾っとこうかなと思うんですが、今回ね、アバター育成のプロフェッショナルこと、鳥山 Z さん、この前動画で紹介させていただきました。まあね、僕の認めるアバター育成のね、プロフェッショナル兼、すごい尊敬してるね、Z さんから、いただきました。まあそちらの動画はね、下の概要欄に貼っておきますので、ぜひね、それも見てもらいたいんですが、カイヤバとかでさ、ステータス、あんな超次元のステータス見たことないし、まあ自分の知る中ではもう本当に一番のライセンスデータだなって、思いました。でね、そんな方よりね、いただいたものなんですけど、なんかね、こうバンダイって書いてある。一番くじだ、一番くじ。うわ、すっげえ。これ本当にいいんかな？めちゃめちゃ入ってるけど。うわ、やばっ。明らかにやばいやつが、明らかにやばいやつが入ってる。なんかいい匂いする気がする。うわ、サンプルカードじゃん。サンプルカード。マジでいいのかな、これ。え、なにこれ ?UM12 段のサンプルカードなんてあるの？あるか、そりゃあるか。いきます。せーの！あー、これか！宇宙の種。懐かしいね。ハーツ、このカードは販売しないでください。まあ、もらったから OK でしょ。やーば、めっちゃかっけえ。これ、なかなか手に入んないやつじゃん。じゃあ、これも同じ？ああ、いいね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 、コンボ。カンバー、ヒカンバー。さらに、はい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 、これは BM の9段。キャンペーン、アルティメットエナジーの孫悟空ですね。やば、めちゃくちゃレアじゃん、こんなの。なるほどね、見比べてください、的な感じかな。すげえ。サンプルカードとか全然持ってないから超嬉しい。うわ、やば、なにこれ、超かっけえ。やば！何これ？知られざるサイヤ人の物語が今始まる。やばくない？めっちゃかっけえ。これなんだっけ？なんかよくメルカリとかで出品されてるのは見るんだけど、実際手に入れた試しは、ない。ドラゴンボールのね、カード出す。なんて言うんだろうね。あ、でもこれバンダイが売ってるやつか。あー、なんか見たことあるな、プレイ版のページで。かっけえ。いや、マジ持ってないな、こういう系のカードは。うわ、やば、かっこよかっこよかっこよ。あいつの助けがあればルードに勝てるのに。ルード懐かしいね。えんやかやかやか。おお、ベジータ。へっ、汚ねえ花火だ。俺昨日送られたスタンプ。いいね、いいね、いいね。めっちゃいいね。うわ、いいわ、これ。うわ、かっこいい。アルティメットご飯じゃん。うわ、いいね。ちょうど今ここ見てるわ。ブーヘン見てるわ。ああ、いいね、いいね、ゴテンクス。え、すげえ、これ、ライセンスシールみたいだね、なんか。うわ、絶対これいいやつじゃん、これ。え、てか、マジいいのかな、これ。超、超良さげな、やつ。悟空、スーパーサイヤ人なんだけど、全部ギラギラしてるね。レアなんかな。うわ、やばっ！え、かっけえ！え、めっちゃかっこいい、これ。めっちゃかっこいい。すげえ、本場のカメハメハだ。やばい、セリフ書いてあるのね、ここに。やば、え、これ超いいね。めっちゃかっこいいわ。やばい、超かっこいい。これ集め始まったら止まんないやつだね。ドラゴンクエスト3が入ってる。マジかよ。そして伝説絵じゃん。え、これ何？ファミコン？まさか。うわ、ファミコンかな？あ、すごい、ファミコンだ。ドラゴンクエスト好きって知ってたんだ。で、シェンローンの謎だ。ははこれあれじゃん。アリの課長がやってたじゃん。自分の動画絶対その、詳しく見てないと分かんないような、ものを入れてくれてますね。待って、これ超嬉しい、超嬉しい、これ超嬉しいやつだ。見て、ブルーアイズホワイトドラゴンの、これウルトラレアだね。いや、持ってないな。かっけえ、やっぱこのブルーアイズのフォルム一番いいよね。遊戯王で一番かっこいいと思うわ、これ。ブルーアイズホワイトドラゴン！お！ブラックマジシャンガールの竜騎士じゃん。かわいい。めっちゃかわいい。なんかコスプレしてるみたいでこれかわいいな。お、なにこれ？あ、ラッシュデュエル？これラッシュデュエル？見て。これか、ギラギラ見えたやつ。え、すっげえ。なんか20シークレットみたいじゃん。イラストがいつもここまでしか見えてないのに、なんか全身画像みたいになってて。めっちゃいいわ。すげえ。え、ホログラフィックのブラマジ持ってるからめっちゃ嬉しい、これ。マジか。あ、そう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 。これ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 。ほら、見て。ここまでしか映ってない。おっぱいのところまでしか映ってないんだよ。こっちだと、こう、全身、まあ、全身まではいかないけど、下半身も映ってて、めっちゃセクシー。
めっちゃセクシーじゃん。すげえかわいい。すごい、シークレットマジシャンガール、めちゃくちゃギラギラなんだけど。さあ、からのドラゴンボールスーパーの、クリアファイルだね。これ持ってないな。ゴジータとブロリーが映ってる。うわいいね。最近ね、地上波で、初公開されたけどさ。いやー、あれ盛り上がったよね。なんかツイッターもさ、みんなブロリーのさ、ツイートしててさ、リアルタイムで、こうみんなでさ、見るっていうのがまた面白いんだよね。一人でさ、その自宅でなんか、映画鑑賞するのとはまた違うんだよね、これがね。で、ドラゴンボール、一番くじの、ラストワン。え、これめっちゃすごいやつじゃないの？え、待って、カッターなかったからこれもハサミでいくけど、え、これめっちゃすごいやつじゃん。究極シェンロンって、赤いやつじゃないの？え、うっそ、マジで？うわ、出た。出た、これ。これサムネにしよう。やば。重くね、これ。マジ？ゾーバーンズダダ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 若干線になってるけどいいか。最後の1個を引くと手に入るラストワン賞シェンロンフィギュア、やばすぎる。しかも究極ドラゴンボールバージョン、このね GT のさ、この赤いシェンロン、悟空がこうちっちゃくなる原因になったやつね。でそう考えるとさ、シェンロンの力ってすごいよね。だって悟空が子供になっちゃうんでしょ。で最初さ、パワー落ちてないとか言ってたけどさ、実際やっぱこう 手足がまあ短くなるし、こう相手にね攻撃を浴びせるにもリーチが小さくなるんですよね。で極めつけは体力問題で、あれだけ強かったスーパーサイジン3がさ、こうベビーにもてあそばれるっていうね、一瞬にして変身が解除されちゃうっていうね問題が発生して、まあ実際はかなり弱体化してんのよあれって。カメハメハとか打つのにはね、支障ないと思うんだけど、やっぱ打撃戦になった時にさ、やっぱリーチが短くなるのって、こう格闘家からするとかなり辛いんじゃないのって、思うんだけど。はい、行きました。シェノ。ブルー。お前の願いを叶えよう。ブルー。ブルー。かっこいいじゃん。やば、煙が再現されてて、で見てこの竜の鱗、これいや思った、オシリスの天空竜みたいじゃない？めちゃくちゃかっけえ。これ羽生えてたら完全にオシリスでしょ。造形やばすぎ。いやもうね、この鱗もそうだけど、なんだろう、この牙とか彩色っていうのかな、色の塗り方とかもめちゃくちゃ丁寧で、でこのね雲とかもいいね。このモクモクしたこの雲の感じがさ、もう完璧にね、シェンロンが出てきた時のこうさ、雰囲気をこう味わえるというかね。で、手がね、ここに生えてて、いや、すごいよ、この筋肉といいさ。いやー、やばいね、これはちょっと。これはやばいね。もうでもこれで完成されてるからね。あ、じゃないか。ヒゲがあるから、これを、どっかにつけるんだけど、どこにあるんだろう、つける場所あるの。あ、顎だ、顎。ここ。どういう向きどういう向きだ。あ、横に入るようなんだ。これ合ってんのかな、ちょっと待って、これ合ってんのかな。いや、不安。合ってんのかな。いや、なんか違うよね。これなんか違うよね。ごめん、ヒゲ逆だった。あ、こういうことか。あ、すごい、フィットした。あ、フィットした、よかった。あ、こうだね、できた。じゃじゃーん、こんな感じです。うわー、お前の願いを叶えてやる、よろしくって感じだね。これやばいな、ちょっとどこに置こうかな。あ、てか後ろに何気これブロリーがさ、いいんだけど、これもヒロキッド様よりいただきました。見て、あ、同じぐらいなんだね、大きさ。ほら、後ろに映ってる棚あるじゃん。で、ここのものも、リスナーさんからいただいたやつがね、まあ、半分ぐらい占めてて、すごいね、ありがたいことに、ドラゴンボールフィギュアにはね、かなりご縁があると言いますか、
ちょっとね、かなり充実してきたんでね。これもそうでしょ。見てこれ、このさ、ドラゴンソウルの谷本さんにもらった、ブロリーの超フルパワーサイヤ人4限界突破とかもね、これめっちゃ気に入ってて、すごいよね、これもうフィギュアの彩色がすごい綺麗。でブロリーのこのイカチーで、ガタイとこの表情がねっていう感じでね、本当に、ありがたいことにね、フィギュア充実してきましたので、ちょっとね、今から棚をパワーアップさせていきたいなと、思います。はい、ちょっと最後に噛んじゃってね。はい、以上ですかね。いやー、やばいな、ちょっと、いやー、ちょっとやばいっすもうね、まさかこれとは思わなかった。いや、もうね、なんだろう、シェンロンって見えた時点でもうさ、もうシェンロンのフィギュアって全部やばいじゃん。で、全部やばい中でこれはさ、異次元でしょね。え、もうガチでオシリスじゃん、こんなさ、もうこの迫力、ギャーンみたいな、神のカードやん、神のカード。まあね、こうやってね、あの自分の好きなね、ものとかも入れてくれてて、これとかさ、めちゃくちゃ可愛くない？やばない、やばない、ブルーアイス最高、これ最高マジ。え、すげえ。しかもこれ新しい方のウルトラなんだ。これは、ね、古い方の、あの一番最初期のさ、カイバが使ってたブルーアイズなら持ってんの、傷ありありなんだけど、これすんごい綺麗じゃん、やば。で、これね、驚いたね、このドラゴンボールのさ、このデータカードラスみたいなやつ、これすげえな。アニメのイラスト使ってんのかな、これベジータとか。で、サンプルカードね、ドラゴンボールヒーローズも入れてくれてて、サンプルカードってね、あんまり持ってないからね、これもすごい嬉しかったです。はい、ということでね、あの鳥山 Z さんのツイッターで、ね、下の概要欄にありますので、ぜひね、ツイッターで見かけた方などはね、フォローよろしくお願いいたします。ということでね、いや今回本当に素敵なプレゼントを送ってくださって Z さん、ありがとうございました。ということで、チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。